ないけど余裕すぎるっすよ。一つの部屋でだってもうモニターが 1,2,3,4,5 台パソコンが 1,2,3 台4台4台やばとかなんかマジでちょっとはい大丈夫かなみたいな。寝カフェじゃないですか。出荷したら僕の部屋からですねこれはね。配線がやばいんで。タコ足だけ本当気をつけてくださいね。あれなんかたまに危ないやっぱらしいんで。やばいっすね、危ないことらしいんで。そっか。掃除してないから埃もすごいからね。それだけ本当に気をつけていただいて。しゃれんないですよ出荷は。掃除とか綺麗にしてるんですか。こんなでも。なんか渋春さんは綺麗そう。何ですかその言い方。いや俺が汚いと言いたいんですか。掃除なんかするわけないじゃないですか。なんかこれイメージがね、イメージ、ね、いいイメージですよ、うん、あのニートですから。はいはいはい。あのなんか布団の横に PC あってそのままもう椅子から落ちて寝てそうな感じ。前までそうでした。寝室に PC 置いてました。でカップ麺の食いかけのやつとかが置いてあって。ああえあれカメラついてる俺んち。やべバレちまったかカメラつけたのが。やっばいやマジそうやば